言語転移とは、バイリンガル、または多言語話者による、ある言語から別の言語への言語的特徴の何らかの適応のこと。母語転移とも言う。言語転移は、同時バイリンガルの言語獲得において、成熟した話者の第一言語から獲得しようとしている、第二言語へ、または L2 から L1 へ戻る際に、両方の言語にまたがって起こる可能性が指摘されている。 言語転移は、英語学習と教育の文脈で、最も一般的に議論されているが、大二言語に翻訳する際のように、ある言語のネイティブレベルの運用能力を持っていない場合、どのような状況でも起こる。また言語移行は、バイリンガルの子供の言語習得においてもよく、取り上げられる話題であり、特に一方の言語が、支配的な場合には、バイリンガルの子供に頻繁に発生する。 スペイン語の聖書法で使われると、旧性アクセント記号に関する学生の試行錯誤の様子が映し出されているハーバード大学の教室黒板。学習者の母語における特徴であり、第二言語の規範の一部に当てはまるものが出現することを、性の転移という。逆に、学習者の母語における特徴ではあるが、第二言語における特徴ではないものが出現してしまう場合、 負の転移という。言語間距離が近い言語ほど、正の転移が現れやすく、遠いほど、負の転移が現れやすい。日本語母語話者が英語を学習する際の例として、以下が挙げられる。両言語の関連する単位や構造が同じである場合、言語的な干渉によって、性の伝達と呼ばれる、正しい言語算出が行われる。例としては、同梱語の使用が挙げられる。一方で、 負の転移は誤りの原因として議論されることが多く、これは第一言語と第二言語の構造が異なる場合に生じやすい。アメリカ構造主義言語学と行動主義心理学のもとで発達した対象分析の理論では、構造的な相違点と類似点を特定し、ある言語のペアを体系的に研究することで、二つの言語の間の相違点が大きいほど、 負の伝達が期待できるとされた。例えば、英語では、曜日の前に全知詞が使われるが、スペイン語では、全知詞の代わりに定冠詞が使われる。英語を母国語とする、スペイン語初心者は、言語使用時に英語に依存してしまうため、必要のない時に全知詞を使用してしまうことがある。もう一つの典型的な負の転移の例は、英語を学ぼうとしているドイツの学生に関わるもので、ある。 ドイツ語の名詞インフォメーションは複数形のインファーメントしても使えるのでドイツの学生はほとんどの場合英語でもインファーメーションスを使うことになるがこれは文法的には誤りである。より一般的な観点からブラウンは全ての新しい学習は以前の学習に基づいた移転を伴うと述べている。これは L1 の初期学習が エルの学習に影響を与える理由を説明するものである。負の転移に比べ、性の転移はあまり注目されてず、議論されない傾向にある。しかしながら、その結果は時として大きな効果をもたらす。一般的に、2つの言語が似ているほど、また学習者が2つの言語の関係性を認識しているほど、性の転移はより多く起こる。例えば、 英語圏のドイツ語学習者は、ドイツ語の語彙を英語の語彙から正しく推測することができるが、語順、意味合い、コロケーションに関しては異なることが多い。似ているようで異なるというこれらの状態を、フォルスフレンズと呼ぶが、両言語間の距離が近いと、学習者はその影響を良くも悪くも受けやすくなる。このように、第一言語からの転移は一般に、 正しい言語算出をもたらす性の転移や誤りをもたらす負の転移がある。それに加え、第一言語からの転移は、ある言語のネイティブ話者よりも、ある種の技術的、あるいは分析的な優位性をもたらすことがあるとも言われている。例えば、韓国語を第一言語とする英語の第二言語話者は、韓国語の向かい方平左音の状態が英語とは異なるため、 機能的にモノリンガルである英語のネイティブ話者よりも英語の向かい方閉鎖音の近くが正確であることが示されている。母語転移が最も起きやすいのは発音である。日本語学習者には以下のような母語転移が見られる。言語交代の際に基礎言語の話者が起こす発音の母語転移が音変化の一因とされる。中間言語語用論において学習者の母語における 語用論的特徴が本来の第二言語には存在しないにもかかわらず、学習者による第二言語の理解、発話の過程で出現することを語用論的転移という。負の転移、語用論的知識の欠如によってコミュニケーションが阻害されることを語用論的誤りという。ありがとうございます。